花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾義郎です。1週間ご無沙汰しておりますけども、あっという間の1週間がね過ぎ去ったような気がします。昨日はブルームード、ボリューム音楽魂ボリューム4ということでですね、皆様方にね足をお運びいただきまして本当にお世話になりました。楽しかったですね。今日もね、楽しくやっていきましょう。高橋真子さん、こんにちは。こんにちは。いかがでしたか昨日は。昨日も 濃かったね。濃かったね。出演者も濃かったけど客席も濃かったよ。客席も濃いしね。っていうのはまあ、ジャズの大野恵里さん、ジャズボーカル、まあ、ベテランですけども、あと、フォークシンガーの吉田よし子さん、まあ、この方も ね、ピアンドコットから始まり、長い、音楽生活ありますけどもですね、はい。それで市川ジェームス洋二君ね、ロックンロール、はい、ロックンロール新譜出しましてですね、ちょっと彼が一番若いっていうね、うん、話になりましたけどもね。すごいよね、高齢化がね、高齢化がすごいね。でもすごいいろんなとこからね来ていただいて、須賀川、福島からも ね来ていただいたり、ロンドンからも ね来ていただいたりね、しました。松下俊美さん、こんにちは。はい、こんにちは。はい、昨日ありがとうございました。ねえ、お疲れ様でした。実は昨日あれからさ、よしこちゃんと、えいちゃんと、小腹が空いて、寿司屋行ったの。もし、一応、もう、それで、終電間に合ったんだけど、その後、ほら、須賀川の人たちがいたから、待ち伏せして。待ち伏せして。そう。ソソさんとね、寿司三昧。寿司三昧。失礼しました。ソソさんとね、松井くんとかも来てくれて、ケンイチさんとかとね、いろいろお話できないじゃん、ライブの時。そうだね。そういう時、ね、ちょっとお話ししてっていうね、今日金曜ライブなのにね、大変で、そのまま車で帰りましたけどですね。ということになりましたが、今日のね、ゲスト早速ね、はい、ご紹介しましょう。まあ、なんていうかな、まあ、ジャズというか、ソウルというかね、ソウルフルなボーカリストですね。初登場、西村和真さんです。どうも。はい、西村。イエイ。ありがとうございます。よろしくお願いします。ねえ、まずね、早速そのこれ2枚 CD がありますけども、この中からね、はい、オリジナル曲を、はい、聞いてみましょうか。はい、これタイトルは何やりましょうか、ね。摩天楼の青い空。空、摩天楼の青い空、はい、聞いてみましょう。わかって欲しいのに。
ということでね、すごいね、西村和真さん、声がすごくいいんだけど、こういう人が博多におったったよね。おったったよね。あ、今日ね、シーナンドロケス JRB の浅田武さんもお見えになってます。イエーイ。で、持ってきてますけどもね。ねえ、うん、いや、本当、ね、びっくりした。いや、こうなんかこう声がね、無理なく、ね、スコーンと抜けていくようなね、この青い空にね。いや、それも博多の一面ですよね。うん、青い海が近い。あ、そうやね。ね。それで西村さんはずっと博多に、まあ、拠点として博多だったんですよね。はい、で、まあ、私の学歴の始めはやっぱりもう、学生の時ですね。学生の頃は歌ってたの？はい。なんかクラブみたいなの入ってたの？いえ、クラブにはですね、うん、はなんかきちんとこうなんか席があるわけではなくて、うん、あっちこっちのクラブに遊びに行ってた。 あのクラブね。あ、違う違う違う。あ、違う。あ、そうそう、うん、じゃなんかそのなんていうか、ほら、うん、フォークソング同好会とか、はいはいはい、あったね。なんか企画部とかでしょ。え、副大やったじゃろ。そうですよ。ほんなら俺の後輩。そうですよ。本当ね。後輩です。いやー、まあすごいよね、副大ってね、すごい人が。本当かね。いや、でもびっくりした。ですからね、もう本当二十歳とかの頃の時は加納さんのね、あのことを知ってましたし、うん、本当、はい、歌も聞いたことありますし、本当に、うん、だったじゃないですか。そうですよ。いや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 、本当、いや、福岡はちょっと結構人気あったんでね。東京出てきてからもう本当あの地獄にハマったんで。あ、そうですか。これ素晴らしいね。でもね、あの普段はそのジャズっていうかオリジナル、割とカバー曲が多いんですか、ライブとかは。そうですね、やっぱりなんか私もだからあのですね、こうあの歌を、うん、あのなんかあのあのプロとしてですね始めたのが、うん、39歳だったんですよ。うーん、でやっぱりこう歌っていくには、うん、やっぱりそのある程度ね、うん、あのお客さんが、うんうん、好むようなスタンダードとかをですね、うんうん、たくさん歌えないと、うんうん、やっぱり食ってはいけないなとかいうふうな話を聞いてですね、うん、私も必死になって頑張ってですね。本当、僕はね、20歳の頃ね、一人一人よがりでやり始めたから、オリジナル作って。お客さんのことなんか考えたこともなかった。いや、いや、しかしそこ、ある程度年齢がね、い、うん、って、その、そっか、歌を目指すっていうこともね、やっぱり素晴らしいことだし、そういうのを考えるんだろうね。そうですね。だから、やっぱりこう、二十歳の時、やっぱ音楽活動やってて、うん、もう本当なんか、一度なんか諦めたんですよ、うんうん、まあ、でもやっぱりいつの日かいつの日かってずっと 、うん、思いながら、うん、でそれが、39歳だったってことで、うーん、でその時にまあ東京に出てき、いえ、あ、その時はまだずっと博多でやってたんだね、はいはい、で、あのうちの父もですね、あ、そう、さっきね、はい、ちょっと不自由だったからですね、ずっと介護を、はい、お父様の、そうです、それでずっと福岡からまあ出れなかったっていう状況もあるんですか。そうですね。はあ。ですからほとんど活動の場所はもう本当福岡だけでした。じゃあ福岡の人はもうほとんどずっとみんな知ってる。あ、そうですね。本当。はい。やっぱこんだけの上手い人はね、なかなかおらんよね。どこよ、もう浅田君でしょ、うん、でしょ、珍しくそういう、うん、あの、うん、全然違ったところとコラボレーションできれば、うん、俺もなんか楽しいかなと思って。でもあんたはでもロックンロールばっかりしよったよね。そうなんですよ。バン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 。いや、でもロックンロールからやっぱこういう、でも浅田君って昔からの昭和とかね、僕いた頃から知ってるけども、もともとはいろんな、なんかこう、要するにエッセンスがあったよね。好きでした、好きでした。もうベースはもうすごいやっぱ昔からうまかったから、特に博多そんなたくさんいないじゃん。うん、だからその中でもう目立ってたからね。で、もともとモッズとかをやってたじゃん。ね、モッズの前身よ。はい。その時に、
白山くんとかね、あの浅田くんとか、あとドラムの、川島くんと、あと森山くんがボーカルでね、フーかなんかね、シュータもね、それはフーのカバ ー、でも意外とロッド・スチャートも好きなかったりとかして、みんななんかいろいろね、いろいろあの頃はこう、そうか、そうか、なんつう あの枠にはめられずに自由に、うんうんうん、やってましたよね、みんな、うん、だからね、僕はね、その頃のね、あのモズが好きなのよ、アマチュア時代のあの、うん、フーをやってた頃のね、あのモズって、まあその後僕、まあ、エピックで同じレコード会社だったんだけど、うん、それにだからスライダーズとかね、そうすね、あのジェームスとか いたんだよね、モズとかもね、うん、ちょうど80年代の頭ぐらいの頃だったんですけどね、うん、そう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 、ということでね、今日はね、ちょっと早速生演奏いきますか。あ、そうです、生声をもう素晴らしい、ね、西村一馬さんの歌ですけども、この CD は今でも購入できるんですか。はい、これでもこれはですね、もう本当、私の、ライブに来た方しか買えませんね。ああ、そうかそうか。ですから、まあ、例えばなんかお店とかで売ってあるわけではないです。あ、なるほどね、はい、その方がなんか付加価値がつくよね。あ、そうですか、うん、サインかなんかしてさ、ハグかちょっとハグかなんかしてあげたらもう大喜びでも山田さんが笑われましたけどじゃあ何しましょうかね。お、渋いねこれ、あれ、ど、あのマーヴィン・ゲイ。そうですね、じゃあこれでマーヴィン・ゲイいきますか、はい、マーヴィン・ゲイ What's going on、 いきますか、はい、There's so many of you crying over brother, brother, brother. There's far too many of you dying. You know we got to find a way to bring some love in here today.
西村和馬さんの What's Going On でしたけども、まあ、マービンゲイとかね、ダニーハザウェイとかなんか懐かしい感じがしますよね。もともとはそういう割と R&B 系っていうのはこう、そうですね、あの R&B 系はですね、うん、後からなんですけど、うん、あの初めはですね、うん、あのエルビス・プレスリーでした。プレスリー、はい、ああやっぱりね、はい、でその頃にね、その浅田さんと、うん、あの知り合ったんです。え、そんな前から知ってたんだ。実はすごいプレスリーうまいんですよ本当普通皆さんね、うん、プレスリーっては今はどうか分かんないんですけども、うん、でも本当にあの当時の頃のもう初期の頃のプレスリーすごくうまくて、でそこで結局ルーツ的なとこはやっぱり結局ロックしか持ってなくて、でそれからだん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 なんか彼は彼なりの音楽性をね作ってあげていったっていう、だから面白い、さすがにあの博多っていう、ねね、いやあの博多の人はやっぱあのボーカリスト歌うまい人多いもんね、うん、あの女性はしっかりしてるしね、男は結構いい加減じゃん、はい、俺みいやでもあのボーカルは上手い人多いよね、ね、うん、すごい、あの大体みんなそう思うけどね、あの歌うまい、パワフルな人多いですね。そう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 、金子さんもそうだけど、いや、ね、僕はもうおらんばっかりおらんでばっかりおる、あのあれだけども、あの素晴らしい西村和馬さんでしたけども、うん、これライブスケジュールありますよね。ありますね、うん、そうですね、これライブはいつでしたっけ。6月の28日エコタのバディで、6月28日エコタ、はい、バディバディバディ、はい、もうすぐですね、28日、ね、はい、それとあと7月の17日、うん、7月17日祝日、はい、これが吉祥寺の、ジロ吉で、ジロ吉ですね、はい、吉祥寺、あ、高円寺のジロ吉、そうです、その時は僕もね、あのあバディもね、あの僕もちょっと歌わせていただきますよ、あの、そうなんだ、うん、あの司くんとね、うん、まこちゃんちょっとね入ってたんで、あの司くんにお願いして、ハモニカと歌っていうね、これはボーカルの方、まあ、西村さんがまあメインなんですけども、はい、その、クラシックの方もいらっしゃるんですか。清水麻也子、清水麻也子さん、はいはいはい、この方はクラシック、そうですね、あのクラシカル的な、うん、なんかクラシカル、うん、クロスオーバーって言いますかね。へえ、そうなんですか、はい。不思議なんですよ。ニューウェーブっぽいんですよ。うん、あ、そうなの。ニューウェーブの音楽ってあったじゃないですか。ニューウェーブっていう時、うん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 、あのニナハーゲンとかああいうあの悪な強いのが、うん、のクラシックをやってらっしゃるにもかかわらずそういうのが好きな方で。うん、ああ、それすごいね。なんかすごい可愛い。僕なんか歌ってもいいんですか。僕は。もちろんですよ。来てもらって、ね、そうです。嬉しいですよ。本当。ほら、あ、よかった。ね、いや僕今回の出会いもね、まあ、浅田君とまあ出会って、そうなんですよね、それでご紹介いただい、西村さんご紹介いただいて今日初めてねお会いするんですけどね、なんかね、あの話してたら、博多のね風景が思い出されましたけども懐かしい思いで、今日は西村和馬さんを、お招きしておりますが、ということで、あのファックス来てますね、早速読ませていただきましょうか。僕の方からじゃあ行きますか、はい、金尾さん投げ銭 FM オン中ということで、投げ銭がまあ一応3万円来てますよね。これちょっと使えないんですけどね、使えたらいいかなと思いますけども投げ銭というとチャーリー佐藤さんからですね、皆さんもこんにちは、金尾さん声が出ますでしょうかっていうね、昨日ちょっと騒ぎすぎましたけどね、昨日はブルームードとても素晴らしいライブでしたということで、ありがとう、うん、ありがとうございます。加納さん喉を休めていただきたいのでリクエストはいたしませんというそこまでねリスナーの方は気を使っていただけるっていうね、楽しい放送をお願いいたしますというね、チャーリー佐藤さんからいただきました。チャーリーさんね、実はお父様はね倒れてね、うん、あ、そうなんですか。そう、まあ、あのちょっとあの大変な状況になるかもしれないっていう中でね、うん、あの蘇ったんだって。ああ、素晴らしい。90歳過ぎのね。
90歳。よみがえってライブに来ましたっていうね。すごい元気だな。いや、お父様はまあそのちょっとあれだけど、ライブに来るっていう、うん、そのチャーリーさんがね来てくれてね、うんうん、昨日その話もちょっとしながら、そうなんだ、うん、もういろいろあった昨日、もう本当ね、あの楽しかった。いや、あれはね、僕が全部あの要するに全部ほら付き合うじゃない、うん、それぞれ の、 あの要するにサウンドチェックとかいろいろまあこまごましたことをちょっとチェックさせてもらいながらやるんで、もうその日はね、あの裏方兼、はい、うん、あの最後まあステージしなきゃいけないから、うん、なんだかんだあるんですよ。でもね、最近楽しいね、 ああいうのが、うん、あのなんかこうやり終えたっていう感じがあるじゃないですか。だから一滴も飲まずにしたからね昨日。あ、そうだったの。一滴飲んでないよ、水とコーヒーしか。それ当たり前だよね。マコさんに言わせるとね。で終わってちょっと一杯いただきましたけども、あの楽しい、ね、時間でした。ということで、もう一方、久保達さん。お、昨日ありがとうございます。久保達さんもね、あのお越しいただきました。リクエスト早速ね、風の中で立ってきてますね。はい、金尾さん、誠さん、としみさん、昨日の音楽魂ライブお疲れ様でしたということでね。素晴らしい音楽絵巻に酔いしれましたということで、うん、まああのいろんなパターンの方が ね、あの、はい、フォークあり、ジャズあり ね、でまあオラビもありみたいな、ね、オラビもありロックンロールありオラビっつってもわからんめえね、このわからんめえって、それがわからんよね俺たちはわかるよね、俺たちが分かった時はいっちゃん、うん、またこれ後から来るよね、ということでですね、新しい音楽や人の出会いをありがとうございましたという久保達さんですけどもね、これからも音楽魂を楽しみにしております。ありがとう、はい、ありがとうございます。イエイ、まあ時間がありましたら風の中に立ってやってみますか、後で。そうですかね、うん、立てるかな俺今日この声で大丈夫だよ。じゃあ松下さんの声ちょっとご紹介してください。失礼して、はい、はい、ミキさんからいただきました。カナオさん、マコトさん、としみさん、ヨンダディレクター、こんにちは。あ、これマイク壊れたの、なんか壊れたの入ってますよね、はい、もうびっくりする。キキさん、いつもありがとうございます。まずは昨日のライブの成果おめでとうございます、はい、変わらずの盛り上がりだったみたいですね、はい、そして西村さん、はい、浅田さん、はじめまして、ようこそ。浅田さんはやっぱりあの時代を生きた人間として嬉しい限りです。そして西村さん、オイラは以前、うん、中洲ジャズの清流公演ステージで、うん、友達の松下がベース、うん、クメッチがギターのショーを体験して、生意気ながらハートのある歌を歌う方だなと感じておりました。ありがとうございます。それは特にスペインには感動しました、はいはい、だからなんかなし、かっこ悪い、なんかなし、嬉しくてたまらんとです。なんかなしっていう言葉がある、何にもない。いや違う違う、なんかなしっていうのはね、なんつったらいいかな、何にもない、いや何もないんじゃないの、とても、うん、だから、ね、どうしてもっていう、どうしても、ね、どうしても、なんかなし、なんかなし、嬉しくてたまらないのです。ああ、そう、今日はお三方の雰囲気に良い良い意味で飲まれて、うん、ハートウォーミングな時間をお過ごしくださいね。うん、ありがとうございます。今日はリクエストはなしです、うん、お好きな歌を気持ちよく歌ってください、うん、それがこっちも気持ちよくなることにつながります。カナオさんも昨日のライブを終えてまた歌いたい、うん、あるいは歌ってないから歌いたい曲もあるでしょうしね、うん、って書いてあるよ、うん、で PS 明日は糸島で、大地を相手にウェイトトレーニングをしている、うん、かっこつまり農業なんですが、うん、西の魔女、うん、ガンちゃんのライブです、うん、いつか音楽魂にも紹介したいですね、うん、ミキさんありがとうございます。あの博多、ありがとうございます、ね、ミキさんありがとう。あのいろいろ、まあ、ミキさん紹介してくれるんだけど、うん、あのなんていうかな、あの、まあ、いろんな出会いがねあって、この番組も、うん、あのやらせていただいてですね、本当にあのいろんなジャンルね問わずあのみんなと会いたいよね、うんうん、だから一発売れようと思ってさ、俺も出てきたわけよ40年前、うん、さもう、うん、売れんかってね、うん、もう古典古典にされたからね、東京に。もうすごいじゃん東京の人たちって、もうこんなんがいるんだからこんなんていうかまこちゃんみたいのがいもう来てさかーすごいなとか思って、でそれからいろんな人と出会ってね、そうするとね、
売れるとかね、そういうことはね、もういいのよ。だからね、売れ続けることも大変だけど、売れないで40年やると大変よ。もっと素晴らしい。いやでもね、まあまあモンタンドブラザーズとかシン&ロケッツとかね、そういうほらね、な名前がある人たちはいいけど、俺はもう常に旬なんだから、常に聞くと俊介よ。何言ってんだ何言ってんだろうね、まだ酒が残ってんじゃねえかということでね、あの、はい、曲いきますか。いきますか。フラジャイル、そうです。フラジャイルいきますか。そうですね、あのこの前ね、うん、あのこちらにも、東京にも、スティング来ましたよね。はいはいはい、うん、いや本当になんか行きたかったんですけどですね。なるほどね、なんか品質合わなくて、うん、ああそこそこそこ。フラジャイル行ってみますか、はい、どんな感じになりましょうかね、これ。But if I start to know you bad, didn't know not under the fall. See, a fall. Oh, no, the rain.
いいじゃないですかね、いいですね、この午後のひとときをあのお楽しみいただけましたでしょうか。ねえ、あのいい感じですね。これあのもう一度ね、西村一馬さんのライブ の, あの告知をしておきましょうか。まずは6月27日、28日、ごめんなさい、6月28日、これはエコタのバディですね、お楽しみいただきたいと思います。これはまああの金尾義郎、鈴木司もあのちょっと出させていただきますけども、バディって初めてやる行くんだけど、うん、本当あのね、あの楽しみにしておきます。学生街ですから、うん、あ、そうなんだ、はい、ははは、ね、ね、ね、学生街あのの喫茶店という歌ありましたね。古いんだよね。キーハンターとか俺って言ったもんだから、ジェームスが古いとか言ってんだけど、まあ昨日散々言われました。古いってことは知ってるってことです。そうそう。ということでね、西村和真さん素敵な声ですけどもね、あのやっぱりね、こういう方をご存知ない方の方がまあ多いと思うんですよ。だから。あのやっぱり一人でも二人でもね、ね、あの聞いてほしいと思いますよね。でやっぱり博多をこう出られなかったのが、やっぱお父さんもあのその介護だったりとかね、そういうお話を聞いて、まあ、5年ぐらい前に東京にね出て来られたということなんですけどもですね、あの頑張ってほしいと思いますけども、ありがとうございます。あの、まあ、僕よりも後輩なちょっと下ぐらい、2つと思います。2つしか変わらんと、それぐらい、はい、そうそう、じゃあもうあいい感じじゃない、いい感じいい感じだ、ね、若いね、でもね、若く見える、ね、金尾さんが若すぎる、金尾さんが若すぎる、金尾さんが若いっすもん。いやいやいや、 あっちこっち方来てますけどもですね、あの本当にね、あの、まあ、続けられる限りね、この番組もそうですし、あの音楽魂ライブあれ続けるの結構大変なんですよ。広い会場が広いんでね、そう、あの結構ね、全然大変じゃないか。みんな喜んでもらってね、そっちの方がねいいよね、あの楽しい。連日やってもいいぐらいよ。やりますか。聞こえないと思う、なんかね。松下さん、はい、もうね、あ、今日ね山田ディレクターからね、あの松下さん宛てにお電話が来てたらしいよ。あの毎週一曲歌ってくださいって。あ、そう。あのそのね、松下さんのね、あの、まあ、ひばりさんについてずっと全国回ってたっていう経験もあって、あのデビュー前にね、で美空ひばりさんにずっとついて全国回ったりなんかするんで、その生で聴きながらそのひばりさんの歌を聴いてるんで、あのそういうひばりさんの歌とかね歌うと、うん、なんかそのやっぱ感じる人もいるみたいで、お電話がかかったらしいですよ。嬉しい、ありがとうございます。で、あのそれで山田さんからさっき会うなり、あの松下さんにね、あの 毎週一曲は歌わせてくださいって、俺はどうなるとねっつって。もう金田さん飽きたって言われて。お電話ありがとうございました。はい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 。まあこうやってね、みんなそれぞれがね、やっぱ音楽にもう一度ね、見直すというかね、そういう時期もあってもいいと思うんですよね。浅田君なんかいろいろあった、結構大変な時期あったでしょ。ありましたよね。ね、うん、なんかね、よく言われてたことなんですけど、うんうん、やっぱこの60前になんか一つ大きな節目があるっていう、なんか男が、うんうんうん、泣きましたね、なんかやっぱり、うんうん、私の前やり、なるほど、ね、ない人はないみたいね、だからなんかやっぱりあの節目いろいろね、うん、あるけども、やっぱりそういうことを乗り越えてね、またその自分の道をね、あのやっぱ好きだったものってそこに戻るじゃん、はあ、そっから逃れようとしてもね、引き戻されるのよ。引き戻されるもう何回も言って、もう勘弁してくれとか思う時あるんだけど、そこに引き戻されるわけよ。そしたらガンガンおらんでくださいとか言うわけよ。ということでね、じゃあ久保田さんのリクエストをご出しして、俺歌うか、なんか、あ、うん、風の中弾けるベースやってみますか、うん、なんかコードある、コードありますか、あれキー何でしたからでしたキー、どっかあると思うよ、と言いつつね、
ちょっと今探してますけども、久保田さんのね、リクエストにお応えして、風の中で立てるのはなかったかな。どこありましたでしょ。ありましたか。あ、じゃあちょっと浅田君から聞いて。ああ、はいはい。見える。ラジスト大丈夫ですよ。やってみますか。いつもやってるけど全然覚えてない。ほら、なんかこれマイクさ、大丈夫？なんか取れたんだけど。大丈夫なのかな。あ、今日ね442でやってるから。マジ？うん。442とか443とか変わるからさ。あ、いいですよ。あ、これいいですよ。うん、ちょっとね、あのバタバタしてますけども。あ、これはいいですか。442？ うん。別の442でしてんの？うん。マジで？はい。なんで？その今日は西村さんのね、居合わせて。なんでって。そうなんだ。で僕の時は443。444。444。これ444すごいね。すごい。なんでいいんですかね、444。まこさん、なんゾロ目。ゾロ目。いろんなものがいっぱい出てくるんです。これ微妙だよね、442って。クラシックとかそういうのもあるよ。うん、ちょっと高めに。高め。今443ぐらいかな、クラシックの人。あ、そうなんだ。そうなんですか。うん。そうなんだ。だんだん上がってきてますね。4ってすごいですよね。うん、ちょっとじゃあ行きますか。風の中で立てるかな。
気はいつでも束の間に消えるもの金川義郎風の中で歌って、久保田さんの、ね、リクエストにお答えいたしましたけどもですね、はい本日のゲスト、西村一馬さん、はい浅田武さんということでですね、はいおいでいただいておりますけどもですね、いかがですかこういういい加減の生放送は。楽しいですねライブですね、ね、ライブですね、ね、そんな感じですけども、うん本当になんかこう機材とかもあんまりないし、うん、こういう感じなんですけども、うん昔はブルースメンってこういうビビキングもパーソナリティやってましたから ねこういうね、うん、感じでねいろんなゲストを呼んでっていうねことはね昔からあったんですね、うん、実はね。だからやっぱり10年ぐらい前にからはそんなにライブの番組なかったんだけど、ね、もう気がついたら9年目になりましたよね、3ヶ月だけ僕やらせてもらおうと思ったんですよ、うん、でもね9年なりましたけどもですね、頑張ってやりたいと思います。本当にスポンサー様はじめですねリスナーの皆様、ね、お世話になってねあっという間にこういう時間が過ぎ去ってしまいましたけども、やっぱりほらいろんな人たちとまたこうやって出会うことがね僕の、生きがいになるんですよね、うん、だから今楽しいよね、うん、なんか、うん、今は ね楽しいというか。松下さんいかがでしょうか。あ、うん、今日は後ろの方で静かにしてた。あ、いえいえ、もう私は記録係すごい。でも大ファンになりました。声が素晴らしい、西浦和真さんね、なんかすごくいいですね。すごいよね、ね、うん、なんていうかな、無理がないのよ。そう、俺らはもう重苦しいじゃん。ねえ、それはまた別で ね、 それはね、また別にね、また違う。今とかものすごくですね、ものすごくなんかエネルギーしてバーンってこうなんか来る歌声でしたよ。はい、もうとても素敵だなと思って、ね、うん、いやいいなと思って。花さんは、まあみんなで褒め合ってね、生きていけ。で今日ね、じゃあ最後になりますけども、西村一馬さんのね、歌で締めくくりますか。何にしましょうか。今日は割とルイ・アームストロングですね。ね、あ、サチモ、はい、はいはいはい、サチモのヒット曲っていうか、もうこの歌はなんかこう日本人の、うん、なんか気持ちに合うと思います。なんかなんていうかふるさとをですね、うんうん、思い出すような感じの曲ですね。はい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 、これ、うん、まあ代表曲ですよね、ルイ・アームストロングね、What a Wonderful World、 いきましょうか、はい、ちょっとねマイクセッティングしましょう。はい、はい、ということでね、高橋誠さんも急にねこういうのすぐできますね。あなたすごいよね、ね、演歌からねルイ・アームストロングからね、その難しいコードもこういくとかこういくとかばっかりでね、うん、こうで、はい、こういきますか、こういって、うん、それでねこれもう全然ね打ち合わせしないでねその場でやってますからね、それとやってみますか。What a wonderful world、 西村一馬さんが歌います。イントロはどんな感じ。I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you.
think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I can ever know. And I think to myself, what a wonderful ということでですね、本日西村一馬さん、What a Wonderful World、歌っていただきましたけども、浅田武さんありがとうございました。楽しい時間がね、あっという間、1時間短いでしょ。あっという間。この博多弁ばっかりでしょうか。あ、そうですね、いいですね。超屋やろ。ねえ、って。何場所って。そうそう、何場所建てやろ、ここでお前、みたいな。ね、ということでですね、金吉郎の音楽魂、またね、続々とゲスト登場になります。来週がですね、30日となりましょうか。30日ともこさんですね。ともこさん、ともこさん、ベンチャーズ、ギタリストともこさんですけどもですね、武田和夫さんの、プロデュースのアルバムができたということでですね、それが出来上がりましたということで、登場いただきましょう。まあ、続々とその次の週、七夕の日、7月7日、菊田俊介さんですね。楽しみですね。今沖縄行ってるんだっけ。
うん、頑張っていただきたいと思います。まあ、いろんな、ね、あのジャンルの方と出会えてね、僕も今日幸せな日になります。ということで、まあそれぞれのスケジュールはまた今度言おうか。そうだね、うん、今月ね、まこちゃん毎日ライブでしょ。うで、ね、僕だから今月はね、もうあと2日、28日のそのバディ、あの西村一馬さんとかと一緒にね、あのジョイントさせてもらうのと、その翌日があるのよ。翌日フライデー、フライデー、うん、これは司作、ね、うん、司作とね、うん、一緒にやります、久しぶりですね、楽しみです。あ、そういえば俺明日会ってたな、あの北千住で。どこでカブっていうところで。カブ、ね、セッション。あ、セッション、うん、セッションブームだね今。セッションライブですね。カブね、まこさん、はい、セッションライブ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、皆さん、幸せな日々を送っていただけますことをお祈り申し上げますけどもですね、高橋まこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。松下達美さん、ありがとうございます。西村一馬さん、ありがとうございました。浅田武史さん、ありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 思いが体に染み渡る熱き心が好きさ。